俳優の坂井雅人が主演、安倍博士、二階堂ふみ、二宮和成、松坂通り、役所広司が共演する TBSK 日曜劇場、ビバンと毎週日曜午くの第7話で野木が放ったある発言が注目を集めている。疑惑が浮上したのは、第7話終盤で野木たちとテントが対峙したシーン、ここで野木は、 残るが投げかけた合言葉に即答している。しかし合言葉をクロスら別班メンバーは把握していない様子で、乃木は一通だけゴミ箱に消去されたメールがあった。見ておいてよかったよ、と小声で説明していた。しかし、第6話でクロスが、その組織、テント、は独自の情報網を持っている、と発言し、 ブルーウォーカー・オータが幹部ありのスマホをハッキングした際にも、このアプリ、過去のメッセージが残らない仕様になっています。とテントのセキュリティについて証言している。乃木の説明とは矛盾が生じている。合言葉の入手元は、ロシアの反政府武装組織、ボスタニアのメンバースワードのスマホだが、 テントと連絡を取るには組織の連絡網を使っているはず。そう簡単に情報が漏えいするとは考えにくい。スワードのスマホにはそのアプリが入っていなかったということなのだろうか。すでに疑心暗鬼になっている視聴者にとっては、野木がたまたまゴミ箱の中のメールに気づかなければ、別班が全滅していたという奇跡をすんなりと受け入れない様子だ。 乃木さんの合言葉の件、嘘じゃないかしら。テントのメールアプリは自動的に削除されるのだから、ゴミ箱に入れるという行為は変じゃの。合言葉のメールがゴミ箱に消去されてたのは本当かな乃木が抜けかけしてノコルに接触してた可能性はない。点々ないか、7は見返してみて。乃木は例の合言葉をゴミ箱にあったメールを見たと言ったけど、 ロシアの組織だっけが集合場所のメールはそのままなのに、合言葉のメールだけ削除してたってのは不自然じゃないかなだとすると野木は初めから合言葉を知ってた。と推察する声が見られた。本作は、半沢直樹シリーズ、下町ロケットシリーズ、陸王、ドラゴン桜。 などを手掛けた福沢勝夫氏が演出だけでなく原作も手掛けた完全オリジナルストーリー。福沢監督とともに日曜劇場を作ってきた制作スタッフが集結し、主演の坂井正人のほか安倍博士、二階堂ふみ、松坂通り、役所工事、二宮和成ら豪華キャスト陣が出演する。第8話のあらすじ 野木堺正と、立別藩はテントの会合に潜入し、残る、二宮和成を捕らえる。しかし、野木は次の瞬間、別藩の仲間を次々と狙撃するという衝撃の行動に出た。別藩、引いては国を裏切ってまでも野木が果たしたい思い。そして訪れる父べき、役所工事。 との40年越しの再開点々。米班を裏切った野義、テントのリーダーべき、幹部としてべきを支えてきた残る。それぞれの思いが絡み合い、予測不能な物語が紡がれる。<music>